117クーペは、イスズ自動車が生産していた小型乗用車である。流麗なデザインを備えた4座クーペであり、1970年代の日本車を代表する傑作の一つに数えられる。1968年に発売されて、以来、長期にわたり生産され、長くイスズのフラグシップを務めた。社名の117は開発コードネームである。 形式は1.6リットル車が PA90、1.8リットル車が PA95、2.0リットル車が PA96 となる。これらの電子制御エンジン車が PA90E、PA95E 及び PA96E であり、ディーゼルエンジン搭載車が PAD96 となっている。社名の由来は開発コード番号で117。 サルーンのコードネームで開発されていたフローリアンのクーペ版としての位置づけである。そのため、シャーシ、ドライブトレーンをフローリアンと共有する。コンセプト、デザイン、パッケージ、スタイリングはカロッツェリアギアに委託され、当時のチーフデザイナーであったジョルジェット・ジュージアーロが担当した。その後ジュージアーロはギアを退社して、独立、至るデザインを立ち上げたが、関係は続き、 量産指導は、至るデザインの初仕事となった。最初期のプロトタイプであるギア、イスズ117スポルトは1966年3月のジュネーブモーターショーで発表され、同賞で、コンクールでレガンス賞を獲得した。その後イタリアで開催された、国際自動車デザインビエンナーレに出品され、名誉大賞を受賞している。 全体のフォルムは1960年代半ばに登場したフィアットディのクーペに極めて似ており、前後のホイールアーチに交往してうねるフェンダーのラインは、かつてのイタリアンデザインの特徴で、ザンザーラと呼ばれる小型レーシングカーやイソリボルタグリフォなどにも通ずるスタイルである。大きなグラスエリアに細いピラー、半分だけヘアライン仕上げが施されたドリップモール兼用のステンレス製。 ウィンドウガーニッシュ、リアウィンドウに直に被さるように閉じるトランクなど、各部に斬新で繊細なデザイン処理が伺える。21世紀初頭の現代に至るまで、その原型デザインは、完成度の高いものとして評価されている。技術的にも、日本で、初めて電子制御燃料噴射装置を搭載するなど、エポックを持つ車であり、四座のラグジュアリークーペとしての、 カテゴリーを確立した車でもあった。さらに特筆すべき点として、本社は発売開始から10年経った時点で、登録台数の98%が現役だったという逸話がある。長期生産にもかかわらず総生産台数は85,549台に過ぎないが、今日なお、日本の旧車趣味会での人気は根強く、多くの愛好家によって、保有、維持されている。 駆動方式は、後輪駆動。エンジンは、水冷直列4気筒の1.6リットル、1.8リットル、2.0リットル DOHC、よび再 HC が基本だが、末期に2.2リットルディーゼル車が少数、生産されている。サスペンションは、フローリアンと共有で、前輪が、コイルスプリング、ダブルウィッシュボーン、後輪が、リーフスプリングリジッドであり、 ステアリングギアボックスはリサーキュレーテッドボール式であった。ベレットの後輪スイングアクスルに手を焼いた経験から一転して保守的な構成となったフローリアンの車種であったが1960年代の実用セダンとしてはごく一般的で堅実なレイアウトである。しかし117クーペに移植されたその車種はスペシャルティカーとして見た場合、いささかのチンプさ。 凡庸さは否めなかった。それでも、例えば初期型のインジェクションモデルでは最高速度実測1 9 0トル以上を交渉しており、スポーティさには欠けるものの、長距離ツアラーとしての性能は確保されていた。トランスミッションは、デビュー時には4速 MT であったが、後に5速 MT に変更、また3速 AT も追加されている。この車のエアウトレットは、ボッティと、 リアウィンドウ上端の境目に内蔵されたスマートなものであるが逆流防止弁は省略されており洗車の際などこの部分への直接放水は内部に水が侵入するため禁止されていた117クーペは後席の快適性も実行されていたクーペボディの車には珍しくリアシートの左右それぞれに灰皿がまたリア用のヒーターダクトも装備していた スペース的にも、クーペとしては、余裕のあるもので、ガラス面積も大きく車内は明るく開放的である。117クーペには、各種のグレードが存在しており、太字にてそれを示す。PA90 型 PA90 型1968年12月、発売。少量限定生産車であったことから、一般に、ハンドメイドモデル、ハンドメイド117と、 通称される初期系である。117スポルトを何とか販売したいというイスズ首脳人の意向を組んで、生産化に向けてのリデザインがジウジアーロ自身の手で行われ、オリジナルの美しさを可能な限り尊重して、主に室内光を増やすなどの変更が加えられた。しかし、極端に細いピラーなど、当時の自動車製造技術では手作業でしか生産できない。 難しさがあり、コンセプトカーとしてデザインをされた117スポルトを市販車として改良することは困難で、当時のイスズの製造技術では、すべての外反をプレス機で再現することは難しく、また、経営状態が芳しくなかったことから、設備投資への余裕もなかった。しかしながら、ベレットより格上のイメージリーダーを欲していたイスズは、大まかなラインだけを、 プレスで出し、パネルのトリミングや穴開けなどの生産工程の大部分を手作業とすることを決断、117クーペとして市販化にこぎつけることに成功した。1970年に椅子図に入社した山形敏則は、ハンダを持ったり、ヤスリでこすったりして手作業で作っていたと書いている。手作業での生産ゆえ、ごく初期の車両では、 スポット溶接の位置が揃っていないものも存在する。この小規模生産体制のため、販売価格は当時としては非常に高価な172万円で、一般的な1.8リットルクーペのおよそ2倍の金額であり、月産台数も30から50台程度に限定された。こうした希少性は117クーペの名声をさらに引き上げることにつながったが、 収益の改善までには至らなかった。ボディカラーは、標準色として、アストラルシルバーメタリックとプリムローズイエローの2色が、また特別にオーダーすれば、他のイスズ社に使われているカラーも選べた。エンジンは、イスズ発の量産 DOHC となる、1.6リットルの G161 ワット型エンジンを新規に開発する。形式の記号と番号の意味は、G は、 ガソリンエンジン、16は1.6リットル、1は0から始まる開発番号で2番目に開発されたこと、W はダブルオーバーヘッドカムシャフトをそれぞれ表す。また、エンジン開発にエンジニアのみならず、デザイナーが加わったことにより、外観も非常に美しいエンジンに仕上がった。さらにこの時期、 国産空ペ発となる1.95リットルの C190 型オフディーゼルエンジン搭載車が30台程度生産されている。ディーゼルエンジン搭載の高級パーソナルカーは世界的にもほとんど前例のない試みであった。1970年11月に電子制御燃料噴射装置搭載モデル EC と1.8リットルツインキャブレター、サイ 1C が追加されるが、 電子制御インジェクションは日本初装備となるなどエンジン技術の面で国内他社をリードした。一方で本社の普及に対する試みとして1971年11月に1.8リットル、チ一ー社をシングルキャブレターとした廉価版 1800N が追加されたが高価な車であることに変わりはなかった。この世代の室内は上質な発泡レザートリムや 台湾クスノキのウッドパネル、リアウィンドウのデフォッガをフロント用と同様の、送風式にし熱線プリントを配した、すっきりとした、リアガラス。最初の1年間に生産された車両のみ、ダイヤルで開閉できる三角窓などを採用し、当時主流だった吊り下げ式の一体型、クーラーユニットから、操作スイッチを独立させセンターコンソールに配置するなど、作り込まれた、豪華なものであった。 押村区は、本場のイタリア車のような、木と、革の持ち味を生かした、洒落た内装を手掛けられなかったことで、当時の日本メーカーの、いやって力足らずの限界が現れている。組み立ての自動化率は最後まで上がらず、3年間の、総生産台数は2458台に止まった。117クーペ 1800G、117クーペ 1800G、1971年に、 GM と提携したい鈴は乗用車事業の再検討を余儀なくされるが、117クーペについては、GM からの資金と技術の習得により、機械によるプレス成形のメイドが立ったことで、1973年3月より、量産化対応の解説系で生産されることになった。その際、エンジンは無塩ガソリン対応の1.8リットル 140PS。140 PS 6400rpm エンジンに統一され、電子制御 DOHC 車が、G、SU ツインキャブレター DOHC 車が、XG、ツインキャブレター再一 C 車が、XC、シングルキャブレター再一 C 車が、XT をそれぞれ、名乗る。本格的な量産化とコストダウンに伴い、ステンレスモールの仕上げやメッキなどの品質は、一般的なレベルに落とされた。また、 全体のフォルムは、第一期の車両と大差はないものの、細部のデザインには下記に示すように、かなりの部分に変更が加えられた。また、内装にもシートを中心にコストダウンが図られ、最上位グレードに位置付けられた、G こそモケット張りだったが、他は、ビニールレザーシートに変更となる。その他の変更点はなどである。1975年には、 自動車排出ガス規制のためエンジンは 130PS6400rpm へと出力ダウンを余儀なくされ、1975年10月より規制適合が困難な XG がカタログ落ち、XC も電子制御のボッシュ LJ トロインジェクションに変更され、インジェクションさ h c 車に若年層をターゲットにしたグレードとして XCJ が追加された。 117クーペ 1800XG1977 年12月にマイナーチェンジが行われ、ヘッドランプが規格型の角形4等に変更され、小型のチンスポイラーが装着される。また、前後バンパーはラバーで覆われ、各部ガーニッシュがブラックアウトされた。内装もプラスチック成形物を多用し、鉱石用の灰皿が廃止されるなど一段とコストダウンが図られる。 このマイナーチェンジの際、カタログ落ちしていた、XG が、減衰力可変ダンパー、リアディスクブレーキ、LSD を装備する117クーペの、スポーティーモデルとの位置づけで復活した。1978年11月に、自動車排出ガス規制による、出力低下を補う目的で、エンジン排気量を2.0リットルに拡大、以後、53年規制適合モデルは、 スターシリーズと名乗った。実際の排気量は、シリンダーブロック肉圧の限界である 1949cc で、シリンダーブロックやクランクシャフトの新規製作を伴う、ストロークアップは叶なわなかった。さらに1979年12月に、ファスターなどで実績のある2.2リットルの C223 型、オフディーゼルエンジンを搭載した XD が、 カタログモデルとして投入された。従来117クーペは各グレード間の序列が厳然と存在するモデルであったが1978年に比較的冷遇されていたシングルキャブレター最一ー車に最上位機種として XTL が加わる。これは最高級車である G の最一ー版と言えるものであったが 以後のハイフニエルのモデルは特別仕様を表すモデルという位置づけとなり特別限定車として内装レベルを引き上げた XDL、XC、L、GL、ジュージアーロカスタムが相次いで登場する。1981年に後継者としてピアッツァが登場したことで生産終了となった。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車、第2号25ページより ありがとうございます。